本当にそれ捨てちゃうの？僕にはもう必要ないからね。僕の絵を描いても仕方がないんだよ。器用で上手なだけだったんだ。いや、下手だな。懐かしいわね。よく描けてるじゃない。私に弟子入り？絵を教えてほしいんだとよ。どうすればいいの？なあ、ひなはいつもどんなことを思って絵を描いてるんだ？ね、パパ。違いってもしかして父さんが言いたかったのは？ねえ、一緒に絵描こう。これが先生のお手本だってばさ。よし。なかなかいいですな。鳥獣戯画。このままじゃ。パパの絵。あったか。どこだ。お兄ちゃん。落ちちゃう。任せとけ。ひまわりちゃんが描いた絵は僕がプリントした絵と同じものか。同じじゃない。あの絵は重いだ。大丈夫、今度こそできる。忍法鳥獣戯画。本当に絵が動いてる。ほら、絵は無事だよ。ありがとう。ねえ、この絵も動く？鳥獣戯画。こいつはすげえってばさ。すごい。本当になんて楽しそうな絵なんだ。ありがとう先生。おかげでようやく大切なことを思い出したよ。できるようになったのかい？僕はどうやら勘違いしていたらしい。絵は術のための手段なんかじゃない。描きたいと思う気持ちに意味があるんだ。これ僕の一番好きな絵なんだけど、これを描いた君なら大丈夫だと思っていたよ。そしてそれはこれからもね。